中野区役所で先週2日、区が取り組む森林整備の寄付に対する感謝状贈呈式が行われました。中野区は地球温暖化防止のため寄付金を集めて森林資源を保有する中野里町連携自治体の森林整備を行う中野の森づくりプロジェクトに取り組んでいます。寄付には3つのコースがあり、その中の1つである中野の森づくり貢献協賛コースは、商店や団体などが利用者に提供する商品やサービスに含まれる寄付相当額を寄付するというもの。この日は中野の森づくり貢献協賛コースに賛同する中野サンプラザが表彰されました。ヒノキから作られた感謝状が中野区の酒井直人区長から中野サンプラザの佐藤明社長に贈られました。中野サンプラザでは去年10月20階のレストラン日本料理中野とサバンテアンダイニングで寄付金付きのランチを販売。ランチの料金1食あたり50円、今年度は823食分の4万1150円が中野区環境基金に寄付されました。寄付金は今後の森林整備の費用の一部として活用されます。贈呈式の後に行われた懇談では、今年で営業終了する中野サンプラザの話題で盛り上がりました。